今週この1週間平日たまに配信やってる時にそのご子息、まあチンコでチンコ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 なんかチンコについてあったら教えてっていうのをトーク募集してたんですけど、ちょこちょこあったのが、曲がってる折れ曲がりチンポどうですかと、折れ曲がりチンポについてどう思いますかっていうのありましたけど、まあ基本的には人それぞれ思うことは違うので、わっち自身が思うことでお返事したのが、まあ曲がってるなーって思いますっていうのはそのまんますぎ別にだからといってなんだってこともないっすね。だしさ、そのまあ多少は関係あると思うけど、だそのわっちゃ女性のあそこのこと話、もういいや、ここはこれ広告消してるからもう言います、マンコ、はいマンコもうさ、あそうこれ ごめん今日の配信の説明をしておくと、バッチの配信、一応このチャンネル普段は収益化通ってるんですけど、こういう、性教育的なテーマの枠を立てると、もう絶対に広告つかなくなっちゃうので、しゃらくせっていうので、もう広告消してるんですね、完全に。なので、今日は、マンコって言いまーすそう。なんか広告ついて、なんで広告ついてないのに、気をつけなきゃいかんねんと思って腹立ってきたから、もう言うわマンコって、マンコに別にブスってチンコ刺したところ でそのうわめっちゃめっちゃ折れ曲がってるとか感じないですよ別に別にわからないのですよそんなに。まあ、よっぽど折れ曲がっててよっぽど硬くって、てかその多分血液量がね、だから多分多いとかなんだろうね、おそらくね。でそのギンギンに硬い状態でめっちゃ曲がってるとかだったら、なんかそっちに対してね、なんかウエイトかかってんなって思うかもしんないけど、まあ大体のチンコ別にそんなになんかその俺こっちに折れ曲がってるぜの意思そんな強くないから、まあ入れるときちょっとお相手、まあ割とね正常位から始まること世の中多いですから、正常位から追っ始まるときにお相手の方がどこから入れていこうかみたいなことはされるんじゃないですか。あとはこの騎乗位で相手寝っ転がってます、自分がふんずとチンコ捕まえてズボッと入れるときに、まあこっち側にちょっと折れてるから、その祈祷をねこっち側から迎えに行こうかなとか、そんぐらいの話ですよそんぐらいの話です。はい、なのでまあ別にまあ折れ曲がってるからといってで なんだかっていうこともそんなにないかなと思います。入っちまえばわかんない、大体のチンコはああ本当にひどい